あっくんち。みなさん、こんにちは。あっくんちです。今日はあっくん暑いね。こんな暑い日は水浴びでもしたい気分だね。ということで、今日はまた水遊びをしたいと思います。この間ね、お水遊びした時に水風船やったんだけど、どうだった？楽しかったね。じゃあ今日もまたこの水風船で遊びたいと思います。ちなみにこちらは100円ショップで買ってきた水風船100個入り、これを今日はね、全部作りたいと思います。じゃあ早速やってみようか。よし、じゃあレッツゴー。はい、じゃあ作ってみましょう。はい、じゃあとりあえずですね、早速この水風船、100個と言いたいところなんですが、先日1個すでに使ってしまっているので99個こちらを作っていきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと一旦ね、だいぶできてきたんで、これ定期的にね、あっちに移さないと重いからね。じゃあちょっとトト移していきます。はい、ということで続きまた作っていきたいと思います。とりあえず半分ほど作ったんですが、なかなか骨の折れる作業ということで、一旦小休止、水分補給をします。この後ちょっとトトまた引き続き作りますが、あくちょっとね、暑いからできるまでここで待ってようかね。ということで、じゃあパパはまた、作りに行ってきます。はい、ということでラスト1個ですね、結構時間かかりました。ラスト1個です。じゃあこれ作りたいと思います。はい、できました。完成です。はい、入りました。で、先ほどこれ99個作ってはみたんですが、まあ、100円ショップのね、水風船ということで、途中いくつか割れて、まあ、約99個ということでいいかな。はい、ありがとう。はい、じゃあこれできた水風船なんだけども、あくんだったら全部割っちゃう。よし、じゃあ全部割ってみようか。約99個水風船割り、レッツゴー。わー、割れた。わーちゃん割れた。トトにかかった。わー、割った。黙々と割ってるね。赤いね。すでにびちょびちょですが、まあ今日は良しとしましょう。天気もいいからね。Bye.
りました。約99個、すべて割り終わりました。すごい量ですね、これ。お庭がカラフルに、カラフルになってます。ジャック、約99個割ってみてどうだった？楽しかった。またやってみたい。またやってみたい。ちょっと疲れるけど頑張ります。水風船約99個作ってみたでした。今日はね、いい暑さしのぎになったかな。ということで、はい、じゃあくん。